相原氏は、日本の氏族。中世に活躍した武家。武蔵七党、横山党竜矢武士の一族。相原とも書く。相模国高座軍河飯元教を領したのに始まると、される。建略三年の和田合戦にて、和田義盛方につき討ち死に。松裔が、北条や徳宗に仕えた。支流肉士官士など、菅武平七葉氏族。平安時代末期に、 平城町の四男、相原常本が相原を称したのが、始まりとされる。常本は、香取軍を三川座とを領して、以降お見川が、相原氏の館の所在地となっているが、この辺りには、相原の発祥と思われる地名がなくその由来については不明である。和田合戦の当初には、この系統の出身とされる、千葉助ケ官相原二郎なる者が、無本の怪文を持った。 アネンボーを捕らえて、無本路権の短所を開いている。鎌倉時代には、六原の武行人を務めていたようである。鎌倉時代後期、当主、相原上皇に志士がいなかったため、千葉市から養子に、迎えた、四向が家督を継承した。四向の子で南北朝期の当主清種は、いとこにあたる千葉氏種の貢献役を務めるとともに、足利高氏、 忠義兄弟に徴用されて、室町幕府の表情を奉行人、さらには万所出事、引き付奉行にも就任して活躍。弟は、高氏の四男、元氏に従って、鎌倉に下り、その返帰を受けて元種と名乗っている。清種の子は、高氏の嫡男、吉明より返帰を受けせんだねと名乗り、父同様に幕府に徴用された。この系統は、 以降も法向集として幕府に侵入して繁栄した。ありがとうございます。